明日新選抜発表だって,だって、えー、えどの選抜え野球か <laughs> どの選抜だと思っちゃったでもそうですね AKB ももうシングル次の今月末のリアルのお話し会で終わりだから次また次のシングルがもう多分もうあともう数か月もすれば出るだろうけど。 誰が選抜になるんでしょうかね。まりすか？あんま買わないかも。一緒ですよね。楽曲はどんな感じ衣装はどんな感じなんですかね？楽しみですね。まあ、みんなと知るタイミング、私たち一緒なんでいつも毎度毎回毎回。なんか,なんかどんな楽曲？どんな衣装とかどんな振り付けなのかとか、誰が選抜かとか。本当に基本的にファンの皆さんた知るタイミング基本的一緒だからさ。あれなんだよね。 AKB48 の新選抜発表だよだってあそうなんだ明日えー、超楽しみなんで誰が選抜なんだろうねもう誰が選抜なんだろうね本当に何にも知らないわあち <laughs> でもね予想をね予想をね誰が新しく入ってきてなるかなーっていうのはねちょっとね思ってるよ次の選抜期待してますなわ <laughs> けないじゃん こんな次に新選抜発表ってなっててさ、自分が入ってたらもうちょっと嬉しそうでワクワクしてるっしょ。こんな <laughs>、こんな、普通にしてないし、しかも新選抜発表なんで知らん、今知ったわ。今知ったわ、逆に。新選抜発表メンバーにはもう連絡行ってるってこといや、行ってるでしょ、絶対 <laughs>。絶対行ってるよ。っていうか、行ってるんじゃない知らんけど。自分は絶対ないな。 知らないってことは今回も入ってないんじゃないだってあ受ける？受ける？それはそうでしょう。いや、まあ残念ながらですね。あの、本当にあれなんですけどね。いや本当に申し訳ないんですけど、まあ、もう10年もアイドルやってたらね。だいたい雰囲気で分かりますから。<laughs> <laughs> そんな皆さんに言っていただかんでよね。あの大体のことは分かります。何でも,もはや皆さんより分かったり、もしちゃったりしちゃったりしちゃいますからね。すみません。で <laughs> <laughs> 大丈夫です。 まあ、アイドル人生お先そんな長くないんで、みんなユリナちゃんのことを大好きで言ってください。よろしくお願いします。